僕は最近使ったファイルという項目を選んで、雪村京子が最近まで使用したデータをチェックした。おや、ダイアリー、日記かな。僕の心臓が激しく反応した。日記だ。雪村京子はパソコンを使って日記を書いていたんだ。僕は額に流れた汗を拭い、一番古い日記を選択した。8月8日、カウンセラーから日記をつけろと言われた。自分を客観的に見つめ直すためだそうだ。これで、この死に痛くてたまらない気分が薄らぐんだろうか。誰にも会いたくないという気持ちが和らぐんだろうか。薄らぐとは思えない。誰も信じられない。そんな自分がたまらなく嫌だ。客観的に見つめたって改めてそう思うだけに決まってる。吐き気がする。書くことがない。まだ2日目なのに書くことがない。一日中家にいるんだから当たり前だ。ただ生きてるだけの生活。違う。ただ死んでいないだけの生活。黒いカーテンをかけてるから巣の景色は見えない。声出した。誰にも届かない叫びを。誰にも聞き届けられない叫びはなかったのと同じだ。私なんていないのも同じ。声を出したのは久しぶりだった。しばらくは変わり映えのしない文章が続いたが、翌月になって変化が見られた。その日記はこう始まっていた。あの子に出会った。僕は引き込まれるように日記を読み進めてみた。あの子に出会った。人と面と向かって話をしたのは何年ぶりだろう。カウンセラーとも電話でしか話してないから、もう2年になるだろうか。少しだけあの子と話した。楽しかった。こんなに楽しかったのは久しぶりだ。なあ、何から書けばいいんだろう。ものすごく興奮してる。出会いから書こう。忘れないために。出会ったのは河原だ。私は死にたくなって家を出た。入水札するのだった。私は一度豪華に焼かれかけた人間だ。だから死ぬ時はたくさんの水に包まれたかった。死ぬのは怖くない。そんなものは人のエゴの恐ろしさに比べればどうということはない。昼間に住んだのは久しぶりだった。ふらふらと何かに導かれるように私は川へと向かった。川の水は冷たくて気持ちが良かった。何もかも洗い流してくれるような気がした。中ほどまで歩いた時、不意に手をすくまれた。危ないよ、何してるのって。あの子は手をつかんだな。死なせほしい。私はそう言ったんだけど、あの子はとても強い力で私を岸の方で引っ張った。あなたには関係ないと私は手を振り払おうとした。でもあの子は関係あるって言った。僕の大好きな場所で誰か死ぬなんて嫌だって言った。私は彼の思いがけないほど強い力に削られ岸へと上がった。本当なら焼けて死ぬはずだったんだから、ここで死んでも同じ。そう言うとあの子は少し驚いてシャツをまくり上げて自分の背中を見せた。そこには目を背けたくなるほどの火傷の跡があった。僕も同じだよ。彼はそう言った。涙が溢れてきた。なぜだかわからなかった。あの子はおろおろしていたけど、ハンカチで私の涙を拭ってくれた。胸が痛かった。痛いほどに胸が締め付けられるような思いだったんだ。そこに至ってようやく私はあの子のことを恐れていない自分に気づいた。あの子は辛いことがあるとこの河原に来るそうだ。何があったのか聞いたけれど教えてくれなかった。その代わりにこの河原が父親との思い出の場所なんだと教えてくれた。私は死ななくてよかったと思った。今日はあの子の思い出の場所を私の死で汚すところだったんだ。今まで自殺に失敗する時は死に損なった、死なせてもらえなかったという思いばかりが強かったけれど、今日は心底死ななくてよかったと思った。こんな風に思ったのは初めてだった。あの子との時間はあっという間に過ぎ去っていった。私は帰り支度を始めるあの子にまるで初恋をした娘みたいな恐る恐る声をかけた。また会えるかな。声が震えた。それを悟られるのさえはばかれて必死に編成を襲った。拒絶されるのは怖かった。この奇跡のような出会いが今日だけで終わってしまうことがたまらなく恐ろしかった。だから本当はそんなこと来たくなかった。もう二度と来ないって言われたら私はもう生きていく気力を取り戻せないだろう。でもまた明日ここに来るよ。胸が震えた。小さくなっていくあの子の影を見つめながら私は早く明日になればいいと祈っていた。ひょっとしてこれが生きているということなのかもしれないと思った。今までの死んでいないという状態ではない、生きているという状態。明日が恋しいと思う気持ち。先輩、小暮さんの声で僕は前に帰った。慌てて振り向くと小暮さんが
白手袋をはめ立てて何かをつかみ上げている。これを見てください。な、それは教科書だった。教科書、そこに書かれてる名前は2年2組斉藤祐介。祐介くんか。木村さんはどうなんだろうね。河原に行ったりするのかな。向こうの部屋にランドセルが置いてあって、その中にこれが。間違いないです。犯人は木村京子です。部下は道明寺に電話し、この部屋の家宅捜索を行ってもらうよう手配した。まもなく本部の捜査員や鑑識が大勢この部屋に詰めかけることになるだろう。逆に言えば、これでこの部屋は捜査本部の手に渡り、僕らが調査することはできなくなる。そこで僕は罪と知りながら、生村京子の日記をコピーして持ち出すことにした。先輩、それは。気真面目な小暮さんは一瞬僕を止めようかどうしようか迷う風だった。責任は僕は持ちます。日記のデータをコピーし終えると、僕たちは足早に生村京子の家を後にした。持って帰ったんだな、データを。生村の家を出た僕たちは編纂室に戻ることにした。日は傾き始めていたが、捜査の手を休めるわけにはいかない。それに生村京子の日記が気になって仕方がない。続きを早く読まなければ。僕は早速自分のパソコンを立ち上げ、コピーした日記を読むことにした。警部に捜査状況を報告しようとしたが、ソファーで安らかに眠っていたので、そのまま放置し終えた。小暮さん、この日記を読めば雪村京子の人物像を知ることができ、そして事件解決の糸口を見つけることができるかもしれません。僕の言葉に小暮さんは神妙な面持ちでうなずいた。そして大きく一つ深呼吸してから、僕は日記の続きを読み始めた。約束の時間は午後だったのに、私は待ちきれなくて朝目が覚めるなり河原へ行ってしまった。もし来てくれなかったらどうしよう。あの子は約束を破らない。なぜかそんな気がして待ち続けた。そしてあの子は来てくれた。私の姿を見つけると笑顔で手を振ってくれた。それだけで涙が出た。あの子がまたどこか痛いの？と心配してくれて、そんな優しさにますます涙が止まらなくなった。泣き虫だねってあの子は笑った。あの子と話してるとすぐに時間が経ってしまう。私は話題を持っていないから、あの子の話を聞いてばかりだった。あの子の友達のことが、好きなゲームのことが、自分のことをいっぱい話してくれた。それなのに私には何も話すことがなかった。自分が嫌になった。あの子につまらない奴だって思われたかもしれない。だとしたらどうしよう、怖い。インターネットであの子の好きなものを一生懸命勉強した。徹夜なんて久しぶりだった。今まで自分が接したこともない未知のものをとにかく頭の中に詰め込んだ。まるで学生の頃テスト前に一夜漬けした時みたいに。寝不足のまま約束の時間に河原に行くと、この子はもう来ていて、また会ったねと笑ってくれた。私は一生懸命話した。あの子の気に入ること、好きなこと話した。すごく喜んでくれた。でもあの子を騙してるような気がして胸が痛んだ。今の私はあの子だけが生きがいになりつつある。あの子のためなら私はどんなことでもするだろう。今日は雨で、しかも土曜日だった。あの子はいつもの河原にいるのかどうか不安で不安で、朝から落ち着かなかった。我慢できなくなって、昼頃に河原に行ったら、あの子は傘を差してポツンと立っていた。濡れて風が引くといけないからと家に招いた。服が濡れていたんで乾かしてあげようと思ったら激しく拒絶された。私は混乱してどうしたらいいのかわからなくなった。必死に謝った。あの子はもういいよって許してくれた。でも私は見てしまった。ズボンを履いたあの子の足、わずかに覗いたその肌にいくつもの青わざがあったことを。どうしたのって聞いても、悲しそうな顔をするだけであの子は答えてくれなかった。私たちはゲームをして遊んだ。あの子は普段あまりゲームができないと言っていたが、物覚えが良くてすぐに上手になった。私なんか下手くそで全く相手にならなかった。ごめんね。私なんかとゲームしてもちっとも面白くなかったよね。でもあの子は私のことを下手くそだなって笑いながら真剣に遊び方を教えてくれた。あの子はいつも私に気を使ってくれる。もっとわがままを言ってくれてもいいのに。そう思うのは私のわがままかもしれない。明日は日曜日、彼は来れないらしい。そう聞いただけですごく落ち込んだ。また月曜日に遊びに来るよってあの子は言ってくれたけど、一日会えないのが辛い、とても辛い。あの子のいない生活が早くも考えられなくなってきている。なぜこれほどまでにあの子に依存するようになってしまったんだろう。
今日は日曜日。彼は来ない。日曜日はいつも事情があって遊びに行くこともできないそうだ。どうして？私よりも大切なことなの。でも怖くて聞けなかった。それを聞いてしまったら私は嫌な女になってしまう。あの子は火傷のことについて少しだけ話してくれた。火傷は背中全体に及び、痛々しくて見ていられなかった。けどなぜかあの子は誇らしげだった。辛くないの？という私の質問にあの子は首を振った。この火傷は愛情の証なんだよ。そう言ってあの子は嬉しそうに笑った。今日は日曜日だというのにあの子は来てくれた。夕方、もう日が暮れそうになった時に、私の家に遊びに来てくれた。本当は来られないはずなのに、私は嬉しくて嬉しくてまた泣いてしまった。夜遅くまであの子はいてくれた。私はあの子のために夕食を作りごちそうした。誰かのために料理を作るなんて何年ぶりだろう。あの子の喜ぶ顔が見たくてワクワクしながら料理をした。あの子は喜んでくれたけど、ちょっと気合を入れすぎてしまった。量が多かったみたい。少し前までは夜が訪れるたびに私は泣き出しそうなほどに寂しくて辛くて死にたくなっていたもんだ。でも今日はあの子がいてくれた。私は孤独じゃない。あの子と夜の街を歩いた。私は幸せだった。彼が来ない。昨日約束したのに。どうしたんだろう。何かあったんだろうか。不安で不安で河原に行こうかとも思ったけど、この家を出て行ってもし行き違いになったら、そう思って一日中部屋で待っていたのに。なあ、どうして来てくれないの。今日も来ない。不安と絶望で昨日の夜は眠れなかった。あの子の声は聞きたい。どうして、もう飽きたの。やっぱり私といてもつまらなかったの。あの子は来なくなって68時間が過ぎた。その間一睡もしていない。もうあの子なしの生活なんて考えられない。孤独がこんなに辛いもんなんて、もはや一人で過ごすことに耐えられない。どうして来てくれないの。何があったの。生きるのがまた辛くなってきた。今日もあの子は来ない。どうしたの。あの子は来た。また私のところに戻ってきてくれた。でも彼はひどく痩せていた。この4日間ですごく痩せてしまっていたみたい。私の顔を見るなりごめんねと言った。一体何があったのか聞いてみた。でも彼は教えてくれない。きっと親だ。親があの子を拘束してるんだ。かわいそうにあの子の手は傷だらけだった。爪の間に真っ赤なものがこびりついていて、どれだけ洗っても取れなかった。これほどまでにあの子を安売りするなんて、これほどまでにひどい仕打ちをするなんて許せない。なんとかしなければ。大体流れは回ってきましたね。あの子との散歩、もう何度目だろう。お互いに手をつないで夜の街を歩く。ただでさえ外出するのが辛かった私にとって、こんな風に出歩くのは奇跡のような気分だった。あの子はお昼も散歩しようと言い出した。肌は白いよって心配してくれたんだ。その言葉が嬉しくて私は泣いてしまった。私は太陽の光を久々に浴びた。あの子はわざわざお昼頃にやってきて一緒に散歩をした。他人に怯えビクビク震える私と手をつないで、あの子は平然としていた。それどころか楽しそうにいつもと変わらず私と話をしてくれた。あの河原で太陽の恵みを感じ、涼しい風を頬に当てて、こんなに爽やかな気分になれたのは生まれて初めてだった。あの子は私を人間に戻してくれる。今日の私は節数が少なかったね。ごめんね。私は日差しに照らされた街を歩きながら、泣きたくて仕方なかったんだよ。ずっと泣くのを我慢したの。また泣き虫だねって言われちゃうね。でもすごく嬉しかったんだよ。私はあなたのためなら何だってする。あなたの幸せのためなら全てを犠牲にできる。私にとってあなたが全て。まさか信じられない。あの子の親、なぜ今まで来なかったんだろう。名前忘れることはできない。私のあの女。私はもう一人じゃない。あの女に、あの子はふさわしくない。あの子は私のもの。気づいた。ち、あの子は私の。ずっと一緒。日記はそこで終わっていた。読み終えた僕は大きく息をついた。先輩、雪村の日記にあるあの子とは祐介くんのことなんでしょうか。ねえ、内容からも多分。日記から読み取れる雪村の感情は鬼女の怨念には程遠い。むしろ初恋をした少女のような印象だ。
思い余って無理心中でも測らない限り、ゆうすけくんの安全は保証されてると言っていい。その点については少し安心した。小暮さん続ける。そして日記にあるあの女というのは斉藤ゆかりのことですね。多分。ということは、雪村京子は斉藤ゆかりを知ってるということになります。その通りだ。では、その逆はどうだろう。斉藤ゆかりも雪村を知ってるんではないだろうか。そっちが気になるよね。そこに事件の鍵があると睨んで、僕と小暮さんは斉藤家に向かおうとした。斉藤さん側、ゆかりさん側はどうなんだろう。しかし僕らは地下5階の廊下にいたところで、見知った顔に足止めされることになった。大戸先輩、どこに行くんすか。道明さんこそ、どうしてこんなところに。今急いでるんですけど、道明さんか。編纂室って本当に地下5階にあるんですね。するとあの噂も本当なのかな。道明寺は僕の話が聞こえていないようにとぼけてみせた。道明さん、これから斉藤ゆかりに会って雪村京子について知ってるか聞きに行くんです。すいませんが後にしてください。釣れないな。でも今斉藤家に行かない方がいいっすよ。どうしたら。小暮さんが身を乗り出して凄む。しかし道明寺は臆することなくにやけている。今日の捜査会議で斉藤家にかなりの数の捜査員を送り込むことにしたんすよ。なんで今さら。それがすでに院南刑事らしい考えでしてね。例の隠し部屋の件もありますんで、一応斉藤ゆかりの監視が含まれてるんですよ。それにもし事件が解除したかとき、捜査員を大量に投入しておけば全力を尽くしちゃって言い訳が出しますからね。なんだと。小暮さんが唾を飛ばして怒り狂う。そんな、今から失敗した時の言い訳のために動くなんて。それが院南刑事ってやつなんですよ。あの人にとっちゃ自分の地位と保身が最優先なんす。全くやってられないっすよ。道明寺の言う通りだ。そんな人間が同じ警察の、しかも上層部にいるなんて許しがたい。先輩、気持ちわかりますが今抑えてください。斉藤ゆかりに話を聞くチャンスは何とか作りますから、それまでどうか。確かに雪村京子の日記を僕らが読んだことは極秘なんだ。院南刑事にそれを言うわけにはいかない。もしも日記を読んだことが咎められたら、下手をすると僕らは処罰される。そうなったら完全に捜査の道を打ち切られてしまう。それだけは避けたかった。僕たちは道明寺の斉さんの説得もあって、しぶしぶ斉藤家の訪問を延ばすことにした。まあそれ言われちゃうとね、すぐにはいけないよな。翌朝、僕は携帯電話の着信音で朝を迎えた。はい、もしもし。先輩、道明寺です。雪村の部屋からいいもんが見つかったんすよ。雪村さんの部屋から、電話は道明寺からだった。何やら興奮してる様子だ。いいもん？何が見つかったんですか？お札です。例の鬼の文字が書かれたやつです。これで犯人は確定っすね。道明寺がさらに続けた。お札。それと、お札の裏に発行された場所が書いてあるんすよ。先輩、興味あるんじゃないですか？当然だ。雪村京子の足取りをつかむ絶好の情報じゃないか。場所はどこなんです？僕は道明寺の言う住所を手帳に書き留めると、早速調査に向かうことにした。電話を切った後、すぐに小暮さんに連絡した。その後どうしようか迷ったが、一応優香さんにも連絡をした。鬼についてはやはり優香さんの知識が必要になるかもしれない。僕は急いで出かける用意を済ませると家を飛び出した。道中、小暮さんの車の中で僕はずっと考え続けていた。斉藤ゆかりの家に送られたファックス、そこに書かれた素のない鬼の文字、あれには何か大きな意味があるに違いない。池村京子はあのメッセージを送ることで斉藤ゆかりに何を伝えたかったんだろうか。道明寺から聞いた住所を頼りに車を走らせて2時間、ようやく問題の場所に到着した。それなりに歴史があるらしく、苔むした鳥居が僕たちを出迎えてくれる。鳥居があるところを見ると神社のようだ。神社か。先輩、もしかしてここに雪村と祐介くんが。どうでしょうか。お札が見つかってしまえばすぐにバレてしまう場所ですからね。それに人の出入りだってそれにあるはずです。人質と一緒に隠れるような場所とは思えないな、と祐介さんも言う。小暮さんはムッとして、素人は口を挟むな、と小声で呟いた。
うん、ゆいかさんの言う通り、確かにここに隠れることはないと思うけど。僕はもう一回あたりを見ました。岸母神を祀る登りがいくつも風にはためいている。これはまだ想像ですけど、鬼の札には何らかのメッセージが含まれているんじゃないでしょうか。雪村はそれを伝えるためにわざわざ謎めいた札をファックしたんです。この神社には雪村のメッセージ、おそらくは動機を示す何かがあるはずなんです。なるほど。それではまずお札の意味を知る必要がありますな。早速奥に行って神主さんに話を聞いてみましょう。木々に囲まれた細い参道を抜けると、木漏れ日に照らされた古い社が見えた。寺社特有の繊維質とでも呼びたくなるようなひんやりとした空気が僕たちを包む。ほら、純也君、これ見て。優香さんは石段を駆け上がり、社の中を呼び出した。なんだなんだ。そこには優しげな笑みを浮かべる女性の像が佇んでいた。そしてその像の台座にはしっかりと名前が彫り込まれていた。岸母神。岸母神。これが岸母神ですか。小暮さんがうすら寒そうに身を変える。もよ。正確には岸母神じゃなくて岸母神。読み方を垂らしながら優香さんは興味深そうに岸母神像を眺める。ねえ、岸母神の鬼の字も角がないのね。そうだったね。優香さんが像に向かってカメラを構える。何をする。突然背後から声をかけられた。体に似合わぬ甲高い悲鳴を上げて小暮さんが飛び上がった。振り返ると石段の下で老人がこちらを見ている。短く刈り込んだ白髪混じりの頭、顔に刻まれたシワが年齢を感じさせる。人のいい温和な顔に少し安堵した。どうやらそれほど怒ってるわけではなそうだ。僕は老人に尋ねた。あの、こちらの神社の方ですか。いや、違う。老人はゆっくり首を横に振った。あら。老人はぶっきらぼうに答えつつ石段を上がってくる。では、神主さんのいらっしゃる場所をご存知ですか。おらん。短く答えると同時に、老人は僕らの正面だった。神主さんがいない。お留守ということですか。違う。ここに神主はおらんと言ってるんじゃ。どういうことだ。この老人の言ってることはさっぱり意味がわからない。スレだが何の用で来たのかね。僕たちの顔を覗き込むように老人が尋ねてきた。ああ、これは失礼しました。僕と小暮さんは警察手帳を取り出した。すると老人は少しだけ意外そうな表情を見せた。警察の方が、ここへは何しに来なさった。ねえ、少し調べたいことがありまして。何を知りたいのかね。わしに答えられることならご協力しよう。わしはこの住職じゃ。住職さん。老人の顔のシワがにんまりと崩れた。ご住職ということは、ここはお寺なんですか。うむ、鬼泣き寺という。岸母神と聞くとどうしても神社と思われるようじゃな。仏法の守護者なのに、神という文字がついているせいかの。僕もてっきり神社と思い込んでいた。納得できない顔の小暮さんが住職に質問した。じゃあ入り口にある鳥居は何なんでありますか。お寺なのに鳥居があるなんて変ではないですか。なあ、あれはな、もともとここの鎮守だったもんじゃん。鎮守。小暮さんが妙に高い声を上げた。そうじゃ、鎮守というのは寺院を守護する目的で境内の近くに建てられた神社のことよ。神仏集合のことですね。優香さんの口から聞き慣れない言葉が詰まわれる。そうじゃ、神仏混交とも言う。昔はそういうこともあったんじゃよ。反対に神社に付属しておられた寺院として神宮寺というものがあったりました。権現という言葉は聞いたことはないかな。仏様や菩薩様が人々を救うために神に姿を変えて現れることなんじゃ。ご法人といって神を守る仏もおる。なんだか神様守ったり守られたと結構大変だもんですな。小暮さんは変なところに監視してる。もちろん明治の神仏分離以来、神事は廃止されてどちらかに統一されたんじゃかな。だからあれは一応敷地内にあるというだけで全くの別物。ここは歴史とした寺で、わしは住職というわけじゃ。お分かりかな。住職はそこまで言うと改めて僕の顔を見直した。それで何を気になりたいのかな、お若いの。
ああ、はい。こちらのお寺で鬼の文字のお札の作られてると聞いたんですが、頭に包んない。ああ、作っておるとも。それがどうしたのかな。部下は差し障りのない範囲で事情を説明した。住職はことが誘拐に関わってると分かると姿勢を垂らした。そうか。誘拐とは罪深いことじゃの。住職は悲しそうに息を吐いた。教えてください、ご住職。あの鬼の文字にはどんな意味があるんですか。僕の質問に住職はしばらく何かを考えていたが、やがて重々しく口を開いた。それを説明するためには騎士文字について語らねばならんな。お時間よろしいかな。僕たちは黙ってうなずいた。それを確認すると住職はしゃがれた声でゆっくりと騎士文字について語り始めた。騎士文字は子宝と子育ての神様として日本では知られておるが、元はバラモン神話に登場するインドの神でハリティと呼ばれておった。ハリティは別の神様との間に500人もの子供を設けていたんじゃよ。この辺りが子宝の神と言われるゆえんなんじゃ。500人っていうのがすごいよね。私だったら顔も覚えられないわ。ゆうかさんの言葉に住職は吠えんだ。じゃが騎士文字にとってはとても小煩悩で、500人全員をすればすれば愛していたそうじゃ。それじゃあいい神様なんですね。僕は率直な感想を述べた。ところがそうでもない。シモジンはその500人の子供を養うために人間の子供をさらって食べていたんじゃ。人間の子供？恐ろしい光景を想像したろう。小暮さんが口を塞ぎながら眉を薄める。我が子のためなら人間の子供など取るに足らないというわけだ。だが我が子を食われた人間たちは悲観に暮れる。悩み苦しんだ末に人間たちはお釈迦様にすがったんじゃ。そこで一見を案じたお釈迦様は特に騎士文人が愛していた末の子供を隠してしまった。騎士文人は気も狂わんばかりに探し回る。しかしどうやっても見つからない。悲しみ嘆き苦しみ抜いた騎士文人はとうとうお釈迦様に助けを求めたんじゃ。そこでお釈迦様はおっしゃった。子供を失うのは大変な苦しみだろ。500人もの子供がいるお前でもそれほどに関心だ。子供を失ったらその苦しみはいかほどであろうか。神と人間の間に我が子を愛する気持ちに差などないとな、とな。お釈迦様は騎士文人に子供を返した。その後お釈迦様の教えを受けた騎士文人は改心し、こうして神社に祀られるような子供を守る神となったわけだ。これが騎士文人の伝説じゃよ。住職は語り終え大きく息をついた。僕は再び社の中に祀られている騎士文人の像を見た。なるほど。子供を愛する慈愛に満ちた表情をしてると思う。もともとは悪人であった騎士文人がお釈迦様の法力と説法によって感心し、全身へと生まれ変わる。この物語は特に日本人に感動をもたらし、広く民間に浸透し、やがて信仰の対象になっていたんじゃろう。日蓮宗では、騎士文人は仏法の守護者と位置づけられておる。仏法の守護者としても騎士文人は、右手にザクロを持ち、左手に赤ん坊を抱いた姿で描かれることが多い。ザクロが出てきましたね。僕の体内をまるで電流が走ったかのような衝撃がするんだ。ザクロ。ザクロの実、一人で来い。そうだ、あの脅迫電話。少しずつ事件の本質が見えてきたような気がする。僕は質問を続けた。ザクロにはどのような意味があるんですか？ザクロはな、人肉の味がするんじゃよ。え？小暮さんが大きく三歩後退した。まあこれはお釈迦様が言ったことじゃがな。お釈迦様に悟されて感心した時に騎士文人はザクロの実を渡されたんだ。もしもまた人を食べたくなったら代わりに人肉の味がするザクロの実を食べて子供がいなくなった時の苦しみを思い出すが良いと言ってな。ゆうか様は少し青い顔をして肩を震わせた。オカルトは得意でもこういう生々しい話は苦手なようだ。あの本当に人肉の味がするんですか？ゆうかさんが恐る恐る尋ねる。住職は洗いながら首をひねった。さてな、私は人肉を食べたことがないからの。そう言うと住職は愉快そうに声を上げて笑った。鬼の文字の意味はどうして頭の点を取っているんでしょうか？僕は本来の質問に話を戻した。なあ、それを聞きたかったんじゃな。人間の子供を食らっていた騎士文人は文字通り鬼だった。だがお釈迦様の教えを受けた騎士文人は鬼ではなく子供を愛する神となった。それを表すために角を表す鬼の文字の頭についてる点を取ったんじゃ。
そういう由来があったのか。そっか、やっぱりあの点は角を表していたのね。ほらね、純也くん、私の推理通りでしょ。優子さんが推理が的中して大喜びする。住職の話を聞いていく中で、事件の思惑がおぼろげに形成されていった。そして全てを聞こえた時、僕の中で確信めいたものが芽生えていた。池村京子が斉藤ゆかりにファックスを送りつけた理由、鬼の文字に込められたメッセージ、そして祐介くんの誘拐の動機、僕の頭の中ではチリチリになっていたピースが一つにまとまろうとしていた。おー、セルフクエスチョン来ましたね。誘拐の動機、犯人はまず間違いなく池村京子だ。だが誘拐の動機は何だろうか。彼女がかけていた脅迫電話を思い出してみよう。池村京子の要求は何だったか。身の代金、ザクロの実に一人で行くこと。まあ、ザクロの実かな。斉藤ゆかりを呼び出そうとした池村京子、どんな意図があるんだろう。それを解く鍵が何だろうか。鬼の文字のファックス、雪村京子の日記。なんていうか、どっち選んでも同じ方向に進みそうな感じはしますね。ファックスで言ってみる。ファックスの文字は鬼、キシモジンを表現している。キシモジンとはどういうもんだった。子供に害の好きなのに子供もある守護者、元は子供を食らう鬼だったが感心して守るようになったキシモジン。それを意味するファックスにはどういう意味が。池村京子の日記を思い出してみよう。あの日記には祐介君への思いと、そしてあの女という人物への憎しみが書かれていた。あの女というのはやはり斉藤ゆかりなのか。そうだと思う。違うと思う。それはあってそうだよね。ということは、日記の内容を信じるなら誘拐の動機は、ゆかりからゆうすけくんを奪い自分の子にする。ゆかりのひどい仕打ちからゆうすけくんを救う。ゆかりを困らせてやろうと思った。守ってるって考えられそうな感じはね、するよね。そうだ、多分ゆうすけくんを救おうとしてる。ただしそれだけなら脅迫電話で斉藤ゆかりを呼び出してしない。ゆうすけくんを連れてどこかへ逃げてしまうのだ。まあそれはそうか。池村京子にはあくまでも斉藤ゆかりに伝えたいメッセージがあるんだ。そしてそれを暗示するのは、ザクロを見に来いという言葉、キシモジンを示す鬼の文字。俺もなんかどっちも同じ方向を行きそうだけどな。おそらくザクロの実という場所は、池村京子や斉藤ゆかりにとって特別な意味を持つ場所だ。だからゆかりさんはそこに呼び出されたんだろう。だがそれとゆうすけくんと何の関係があるのか、今の段階では情報がなすぎる。ではキシモジンを示す鬼の文字はどうだろう。子供を食らう鬼から改心して守護者となったキシモジン、つまり雪村京子はゆうすけくんを救うため斉藤ゆかりにこう言いたいんでは。キシモジンのようにゆうすけくんは自分が守る。キシモジンのように改心してゆうすけくんを愛せ。わー、結論だね。マジで守りきろうとしてるなら確かに教えるかなっていうところはあるよね。このメッセージ性が含まれてるかもしれないね。こっちに行ってみようか。それしかない。雪村京子はゆうすけくんの幸せのためだけに今回の犯行に及んだんだ。そしてこう言いたいんだ。自分の子を愛せと。ゆうかさんとは鬼泣き寺で引き込みを終えてから別行動を取ることにした。何でも他に調べたいことがあるらしいが、あまり無茶をしないでほしいもんだ。なあ、いた、探したんすよ先輩。新たな情報を得て検視庁に戻った僕たちを道明寺が出迎えた。何か動きがあったんすか。斉藤家に電話がかかってきたんすよ。その言葉に小暮さんが身を乗り出す。雪村からか。いや、ゆうすくん本人からす。本人から。道明寺がにやりと笑った。え、僕らは一斉に声上げた。ちょうど1時間ぐらい前です。たったの一言だけ、ママ助けて。僕ママと一緒にいたいよと、それだけでした。よかった。とにかくユースくんの無事だけは確認できたんだ。これは吉報と言っていい。先輩、その電話ユースくんが犯人に隠れて自力で電話したんではありませんか。小暮さんの意見に道明寺が口を挟む。捜査本部もそう考えてるみたいですね。
飯沼警視は雪村京子を全国に指名手配するつもりですよ。指名手配？僕は当てた。雪村京子の望みが斉藤ゆかりを呼び出し改心することだとすると、公開捜査を踏み切るのは彼女の神経を左遷する。雪村京子は祐介君を連れて逃走してしまうかもしれない。いや、逃げるだけならいいが、最悪の場合同名じゃ僕の顔を見て何かを察したようだ。どうです、飯沼警視のところ行きますか。彼は面白がるように僕の顔を覗き込んだ。同名さん、案内してください。飯沼警視に会います。こうなったらやるしかない。斉藤家の居間には飯沼警視と数人の捜査員、そして斉藤ゆかりがいた。だから公開捜査に踏み切ると言ってるだろうが、報道協定は明日の朝刊から解除だ。記者会見は午後10時から開くと伝えておけ。飯沼警視はイラついたように部下たちに次々と指示を飛ばしていた。飯沼警視、部下へ呼びかけると飯沼警視はさらにイラついた様子で睨みつけていた。なんだお前たちは、二度と顔を見せるなと言ったろうが。公開捜査やめるべきです。バカバカしい。お前そんなに高額処分になりたいか。飯沼警視、どうか聞いてください。ゆかりさんもお願いします。僕の言葉にゆかりさんは戸惑ったように眉根を寄せた。飯沼警視が声を荒げて遮ろうとする。お前の話など聞く価値はない。いえ、聞いてください。犯人の動機はゆかりさん。ゆかりさん、あなたに祐介君を愛してほしいからなんですよ。飯沼警視が鼻で笑った。何をバカなことを。いいえ、考えてもみてください。犯人が要求したことはただ一つ、ザクロの見え来いと、それだけでした。送られてきた鬼という字のファックス、実は脅迫ではなかったんです。あの文字は下人を意味するものです。子供の守り神であり、また悪人が全身へと感心した象徴的存在でもあります。斉藤ゆかりは僕と目も合わせようとしない。さっきから自らの膝を見つめたままだ。ゆかりさん、僕は訴えた。犯人はあなたを待ってるんです。雪村京子は斉藤ゆかりさんが祐介君にした仕打ちに気づいていた。それは彼女に聞かなかる。雪村京子にとって祐介君は自分を救ってくれたかけがえない存在であり、危害を加えることはまず考えられない。むしろ自分が救われたように、今度は彼女自身が大切な祐介君を救ってあげたいと考えるはずだ。そんなものお前の推測に過ぎん。飯沼警視が押し殺すような声を出し僕を睨む。その目には明らかに憎しみが混じっていた。しかし僕は構わず続けた。犯人はあなたに下人になってほしいと思ってるんです。下人のように感心してほしいと願ってるんです。ザクロの実という言葉が何を意味してるのか分かりません。でも犯人があなたの感心を望んでるなら、知らない場所に来いというわけはないんです。ゆかりさん、あなたは知ってるんじゃないですか、ザクロの実の意味を。斉藤ゆかりはこちらを一列した。それともゆかりさん、あなたはザクロの実の意味を知っていながら祐介君を見捨てるためにあえて知らないふりをしてるんですか。黙って。ゆかりさんが勢いよく立ち上がった。全員の動きが止まる。捜査員たちの声で騒然としていた今が静寂に包まれた。視線が彼女に集まる。肩を怒らせ強くはがみしていた彼女はうなるように声を絞り出した。祐介を愛してなんかいないわ。さらわれて先制した。ゆかりさんの鬼気迫る様子に僕は絶句した。なぜそこまで、なぜそんなにも祐介君を拒否するんですか。僕の問いにゆかりさんは言いよどんだ。それは、一瞬の躊躇の後激しくかぶりを振る。あの男の子供だからよ。他の女と逃げていった男の子供だからよ。あの男とは別れた夫の子だろう。あの男のせいで幸せな家庭が崩れ去って、私は。それは違うでしょう。小暮さんは大きな声を張り上げて主張した。あなたは2年前にはまだ祐介君を愛していた。だから火事の中命がけで飛び込んで祐介君を助けたんではありませんか。どうかお願いします。その時の気持ちをどうか思い出してください。小暮さんの叫びは悲痛な響きを秘めていた。私は、ゆかりさんの表情に迷いの色が浮かんだ。深い苦しみ、戸惑い、悔恨。そんなゆかりさんの表情を見たのはこの事件が発生してから初めてだった。やはり彼女は心のどっかで祐介君を愛してるんだ。僕はチャンスと思い畳みかけるように話を続けた。ゆかりさん、あなたは知ってるはずです。教えてください、祐介君を救い出すために。ザクロの実はどこにあるんですか。そこで祐介君はあなたを待ってるんですよ。
そして犯人の雪村京子も。それは突然のことだった。震えていたイカルさんが突然顔を上げた。目を大きく見開き、唇を笑かせ、愕然とした表情で僕を見る。顔色が見る見るうちに蒼白へ変わっていく。誰もが固唾を飲んで見つめている。痛いほどの緊張が走る。なんて、今なんて言ったの？戸惑う僕に詰め寄って肩をつかみ、ゆかりさんは激しく揺さぶってきた。今、なんて言ったの？ザクロの実はどこかと。違う、その後、犯人名前。雪村さんの名前どこか。ゆかりさんの勢いに圧倒されつつ僕は答えた。雪村京子ですか？今やゆかりさんの手は痛いくらい僕の肩を握りしめている。あまりの強さに彼女の爪が肉に食い込んでいるんではないかと錯覚してしまうほどだ。ゆかりさんの息が荒くなる。この反応、やはりゆかりさんは雪村京子を知っていたのか。動画のご視聴ありがとうございます。ちょっとでもいいと思っていただけましたら、チャンネル登録、高評価、コメントをしていただけますと嬉しいです。また Twitter、Instagram などもやっております。こちらのフォローもぜひよろしくお願いいたします。動画概要欄にございます。そして他のシリーズもおすすめなので画面に表示されていると思いますので、こちらもチェックしてみてください。